けねんだねねねやるんだやっぱそれリボンヘアレンジと一緒ですね、はい、こちらの動画と一緒ですね。ね今日はショートヘアアレンジです。おお。今日はわかにゃんに3つやってもらいます。ショートでもできる1分のヘアアレンジ。1分の1分だ1分なんだ。それも限定なんだ絶対。はい、ということでロアにヘアアレンジをしていきたいと思います。思います。じゃあ1分計ろう。計らして1分。はやる、はい、どうぞ。じゃあ横をねじって止めるっていうヘアアレンジをしていきます。ピンを2つ使ってやっていきます。1分で。それではよーいスタート。耳周りの髪の毛を取ってねじってねじってねじねじして耳の後ろでピンで留めます。マジ遅くね、もう終わるよ。やばい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 。1分嘘やん。いけるいけるいける。1分片耳1分でやった。上がりです。オッケー、完成です。ざっくりね、この横の部分を横の部分をもうざっくりこうねじって止めてるだけでございます。はい、通勤通学にぜひ。ちょっとご一緒になる。じゃあ2つ目、ハーフアッポー団子していきます。距離感近くない？ヒガノベルでこんな近い距離感マジ見たことないんだけど。ハーフアッポー団子していきます。はい、していきます。何使うんやっけ。ゴムとピン。ゴム1つ、ピン2つくらい。ではよーい、スタート。ハーフアップにします。まあ適当にぐしゃぐしゃっと、ざっくりぐしゃぐしゃっとします。剣道部ねえ、1分で終わんないんだけどさっきからこんな感じで完成です。ちょっとね、ボワボワしてるところは普通はケープとかで止めますが、可愛いかも。なんかね、無邪気。リング飴買ってって言いそうリング飴買ってママママと言ってるやん、もう全然デートじゃないのこれが2個目でございます。全然1分で終わんなかった。あのなんかこう、結んでくるってこの状態で止めてる人も最近多いよね。それでもいいと思います。難しいから実装するの。それがリアル1分きっと。じゃあ3つ目、さっきの1個目の応用編みたいなのでねじるんじゃなくてちょっと編み込みします。やっていきましょう。ダメダメ、ほらほら、よしよし。じゃあ今からよーいスタート。はい、はい、よし。さっきの、まあ、ねじるみたいな感じで耳周りの、髪の毛を少し取って、あの三つ編みをしていきます。なんか私が解説してんだろう三つ編みをして耳の裏まで編んでいってピンで留めるという形です。編み込みというよりは簡単な感じにしたいので三つ編みにしていきます。ほら、もう一個も1分できなかったとね、ちょっと似てるんですけども、ここをね三つ編みにしてピンは耳の裏で留めたっていう感じですねちょっとこっちのは凝ってますね、はい、そうですね。めっちゃ短いタイプのショートだからね、ボブぐらいの人だとやりやすいと思います。全部実際ね1分測ったんですけど1分で終わんなかった。どれも1分半ぐらい。朝の忙しい時にもね簡単にできるので、うん、ぜひやってみてください。やってみてね。はい、ということで今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。今日の企画はデパコスプチプラハンドメイクです。